いつの日かこの湖西の地で佐吉が夢見た電池を実現したい。トヨタの名を冠した新会社がスタートする今日この場に父がいたら何と言ってたでしょうか。誰かの役に立ちたい、世の中をもっと良くしたいと願い、世代から世代へ受け継がれる人の情熱こそ無限動力だと信じております。豊田家ゆかりの地である静岡県湖西市にトヨタの冠のついたバッテリー会社が誕生しました。これから出発式が行われるということで、豊田章男会長も入ってきました。章男さんも出席します。プリウスをはじめとしたハイブリッド車用の電池を生産してきたプライムアース EV エナジーが10月1日トヨタバッテリーに社名変更しました。出発式には地元湖西市の市長や関係者などおよそ100人が出席。岡田正道社長が車載電池事業のさらなる発展を誓いました。本日はお忙しい中出発式にご臨席を賜り誠にありがとうございます。湖西市は豊田佐吉王に始まるトヨタグループの原点でございます。豊田会長はこの先人の歴史をとりわけ大切にし、今に伝え未来につなげていく努力を続けられており、私どもには到底語り尽くすことのできない思いを巡らせながら、この地における弊社を見守り、この度の完全子会社化とトヨタバッテリーへの社名変更をご決断いただいたことと存じます。本日この歴史的な出発点を迎えられましたことに心より感謝申し上げます。さて自動車業界に目をやりますと混沌とし、先を見通すことが大変難しく、短い間に様相が激変してしまうようなことも起こっています。世界の地域施策やカーメーカーの経営戦略も振れ幅の大きな変更を余儀なくされる例を目にする機会が増えてきました。そのような中でマルチパスウェイ戦略を貫き通し、ぶれない軸として歯を食いしばっているトヨタに対し、この難しい舵取りを少しでも楽にできないか、それを電池で実現できないか、これが私ども完全子会社の使命と考えております。必要な選択肢を必要な時に必要なだけ用意する、トヨタらしいものづくりを追求し、さらに四半世紀にわたって電池屋として培ってきた安全性と品質への信頼という商品力は絶対の価値として今後も変わるものではございません。混沌とした難しい時代にあってもなお、地域やユーザー本位に考えるトヨタの車づくりに電池事業を通して貢献し、湖西の地にふさわしいベンチャー精神に満ちた会社として成長していくよう、本日を出発点として一層の精進を続けてまいりますことを誓い、挨拶の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。1988年に完成した豊田佐吉記念館。佐吉が生まれた湖西市に作られました。母に楽をさせたいという思いから始まった自動織機の発明、そのたゆみない研究と創造の精神は脈々と受け継がれ、現在のトヨタグループの礎となっています。改めて心から感謝を申し上げます。豊田家の情熱が息づくここ湖西市に電池の会社が誕生する、章男さんが特別な思いを語りました。豊田でございます。本日は新生トヨタバッテリーの出発式にお招きいただき、
誠にありがとうございます。また多大なるご尽力を賜りました地域の皆様、行政の皆様に深く感謝申し上げます。堺塾工場から1キロほど離れた場所にひっそりと佇む石碑がございます。豊田喜一郎が地元の皆様からご要望のあった水田開発に協力したことを示したものでございますが、もともと喜一郎はその場所に発動機の工場を作ろうとしていたようでございます。発動機を古才でというところに動力の研究に明け暮れた父佐吉に対する喜一郎の思いを感じずにはいられませんでした。若き日の佐吉は明治23年に東京上野で開催された内国勧業博覧会で見た蒸気機関や機械設備の性能とパワーに衝撃を受け、動力に興味を持つようになりました。この時抱いた佐吉の無限動力への情熱が後の動力織機の発明につながり、蓄電池にもつながってまいります。1925年、当時のお金で100万円、今でいうと100億円以上の懸賞金をかけ、佐吉は蓄電池の開発を推奨しました。条件は飛行機に乗せて太平洋をひとっ飛びできること。来年で100年を迎える今でも世界にこれだけの性能を持つ電池はまだできていません。なぜ佐吉は100年経っても実現できない突拍子もない電池に懸賞金をかけたのでしょうか。そこには2つのメッセージがあると思っております。一つは動力源としての電池の可能性です。石油などの資源が乏しい日本ではエネルギー問題への対応が重要になると考えた佐吉は、水力で起こした電気を活用できる蓄電池に大きな将来性を見出したものだと思われます。もう一つは人の考える力が持つ無限の可能性です。佐吉は永遠にできないものなどない、どんな困難も知恵と工夫で必ず乗り越えられるという信念を持っておりました。だからできるはずがないという周囲の声を押し切り、懸賞金を立て次世代に夢を託したのだと思います。そんな佐吉を心から尊敬していたのが父の正一郎でした。父は1988年豊田佐吉記念館を設立し、地域の人たちとの交流を大切にいたしました。古才少女少年発明クラブの活動にも大変熱心で、子どもたちが夢に向かって挑戦する姿をいつも温かく見守っておりました。たとえ今の私たちにできないことでも、いつかきっと若い力でやり遂げてくれる、佐吉の懸賞金に通じる思いが父の中にもあったんだと思います。生前父は造成中だった古才バッテリーパークにも何度も足を運び、佐吉が後世に託した電池の工場が出来上がるのを心待ちにしておりました。トヨタの名を冠した新会社がスタートする今日この場に父がいたら何と言ってたでしょうか。今ここにいる私たちは皆佐吉の夢の継承者だと思います。みんなで心を合わせて、いつの日かこの古才の地で佐吉が夢見た電池を実現したい、そう思われる方は私一人ではないと思います。たとえ私たちの代でできなくても、ここには発明やものづくりの楽しさを知る子どもたちがたくさんおられます。新しいものを作るために知恵を絞り、汗をかき、時間を忘れて熱中する、その瞬間が極めて楽しい。苦心した末にものが出来上がった時、それを誰かが使って喜んだり助かったりした時、
この上ない喜びと感動に包まれる。だからもっと勉強し、働いてもっといいものを作ろうと思う。これは父章一郎の言葉です。私は誰かの役に立ちたい、世の中をもっと良くしたいと願い、世代から世代へ受け継がれる人の情熱こそ無限動力だと信じております。この情熱を継承していくことをお誓い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。出発式が行われたトヨタバッテリー新井工場、広さは東京ドーム6個分もあります。工場は全部で3つ。2月から稼働した第一工場では年間21万台分のハイブリッド車用電池を作っています。そして来年には同じ規模を持つ第二工場が生産開始、さらに2年後には第三工場も合わせて年間50万台分の電池生産が可能になります。現在建設中の第三工場はバッテリー EV 用の電池を生産予定。この工場で年間8万台分の電池を作ります。バッテリー EV 用電池は電池容量が大きいため広いスペースが必要になるそうです。湖西の地でトヨタという名前を、冠してトヨタバッテリーが新たに、出発することについてお伺いできればと思います。私自身がね、その今では佐吉記念館って言ってますけれども、そこに訪れる方々の語り部となってたのはうちの父親だったんですね。で、佐吉はこうだ、喜一郎はこうだという話をしてるのを、まだ若かった私が見てて、将来この役って僕がやるのかなと、これは大変なことだぞと、というのは父章一郎はね、戦争中、その疎開で湖西市に住んだことがあり、湖西市の皆様とはね相当ね人間的に付き合いがありました。で、私自身湖西市に住んだことはなかったので、そんなことで大変なことになるなという時にご尽力いただいたのが当時の市長でありました、白井富次郎さんでした。白井さんというのはご存知のように以前豊田自動織機におられて、豊田喜一郎を支えておられる方で、最後は愛知製鋼のね社長になられ、それで湖西市長に、立候補され当選された。でその時にですね、当初湖西市長の白井さんとね私の会話はね、なんか佐吉記念館ね、この佐吉のひ孫がなんかこの地をぐちゃぐちゃにしようとしているということで、いろいろとね、いろいろと白井さんとの会話が始まりました。それで、ぐちゃぐちゃにするどころか、これは大したもんだということで、全面的協力をいただき始めたのが白井さんの時からだったんですね。それ以降ね、代々つながる、その市長自治体、そして佐吉記念館もおかげさまでそれ以降ね多くの来館者を得て、佐吉喜一郎がやってきたことがね多くの方に知る術になったと思います。そんな中で現在のね湖西市長、そしてその、岡田社長がね、トヨタの副社長からここへ来て、やっぱり最後の仕上げというかね、これからの新たなスタートをやっていただいたというふうに思っております。ですからそういう意味でずっと白井さんはね名誉会長に対してとにかく湖西にトヨタのね名が関する工場をと言っておりました。でそれを聞いてる我々も含めてね、ここで組み立て工場無理だよねというね感覚でいたんですが、なんとやっぱりね動力源であるこの蓄電池のね工場がトヨタの名前をついてここに来たというのは本当にね長年にわたるね長年にわたるいろんな関わったいろんな方々の気持ちが本当に凝縮されてね
今日という日を迎えれたんだなというふうに思っております。ちょっと長々となってしまいますけど、このバッテリーパーク、ね、出発式なんですけども、ここに至るまで本当に何十年のね、いろんな方々のご尽力、いろんな方々のご協力あってのことですので、ぜひ皆様方にもね、ご理解いただきたいなということで、ちょっと長く話させていただきました。私がここへ来ても2年半ほどになります。でこの会社へ来るときに、内示を仰せつかったのが当時の豊田社長からでした。でその時に、こういう趣旨のことをおっしゃりまして、私はペペという会社に行くんだけども、そのことだけ考えるんじゃないぞと、トヨタのやっぱ車作り、そして電池事業という、そういう見方でやるんだぞという言葉、そういう趣旨で送り出されました。でそれ以後片時もその任務といいますか使命を忘れずに取り組んできたつもりです。でそんな最中にどうでしょうね、もう2年ほど前になるんですが、会長が完全子会社化と、それから社名変更っていうことをおっしゃっていただいて、でそれは私も送り出される時にはなかったものでした。でより私に与えた任務をやる形を作っていただくということなんだろうぐらいのことしか、当時はそのいろんな意味合いを考えましたけど、それでした。ただ先ほど来ご挨拶にもありましたように、それまでに至る長い歴史の中でいろんな方々の思いを背負って、今回の社名変更を、しかもこの湖西の地でトヨタという名前をつけることの意味を、今日先ほどおっしゃった通りのことがもう肌身で感じるようになってきまして、で、それを遂行するのが私のとこの会社の従業員たちの任務だというふうに思っておりますので、まずもってそのもちろんいい電池を作るというのは本業としてもちろんやるんですが、先ほど申し上げた通りです。今トヨタはマルチパスウェイ戦略、これからの車作り大変難しい最中にいますので、それを電池の力で楽にするっていう、やっぱりこの湖西の私たちのグループの出発点になるような言葉を中心に置いてやっていくことだろうというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、湖西市としても、先ほど協会長からあった通り、白井富次郎元市長といいますか、その頃からですね、佐吉記念館ができたり、そしてまさに長年のこういった工場の誘致も含めて、やってきた中で今日が迎えられたトヨタの名前を冠するというところは、湖西市民として、一市民としてもそうですし、もう皆さんですね、これは前からこのトヨタバッテリーという名前に対しても非常にそれが報道とか発表された時から期待というか喜びの声が上がっていましたので、本当にそれ今日実現したというのは感慨深いなというふうに思っています。影山市長はね、小学校の時に学校、小学校のね、演劇やるでしょ、あの時に豊田佐吉役をやってこんな場で言うどんなセリフだっただから佐吉のことは私より詳しいかもしれない。地元ではね、地元の小学校で4年生が豊田佐吉町の劇をやるんですね、うん、その時にたまたま佐吉役をやらせていただきました。母を楽にしたいみたいなありましたね。そうしたら市長になっちゃったトヨタグループ全体の中で、このトヨタバッテリーさんの役割、位置づけというのはどういうふうに思っていますか。電池っていうのが今後ね、今までは車はエンジンで動くものというものが、やっぱりモーター電池で動くものという選択肢がね、増える方向性に行くことは間違いないんです。ですからそうなってくると、トヨタグループが今までいろんなものにこだわってきたのは、限りなく内製化なんですね。自分たちで作らないとその大変さと、良さは出ない。だからたとえ遠回りであっても、自分たちでやっぱり内製してね、それをやっていくんだ。で数あるね、BEV 化って言われてますけれども、世界中で電池をね、作ってる OEM って BYD さんとね、トヨタなんですよね。ですからそういう意味でやっぱりその、しかもそれもこの BEV と言われるずっと前から実はやってました。ラブ 4EV、ラブ 4EV っていうのはあれ何年ですかね、96年、1996年じゃないですか、1996年に作って、
事業としては失敗だったと思います、うん、ですけれどもあの時からねやっぱり電気で走る車っていうのはやっておりましたし、そのなんと1号車を当時名誉会長の個人のお金で湖西市に使ってもらうために寄贈をしております。で名誉会長が忙しかったんで私が代わりに行ってこいよって言って行った時の写真もね今日出てると思いますが、そんな関わりでありますので、とにかく自分たちでやってみない限り、その喜びも苦しみも大変さも分かりませんので、ですからそういう意味で、トヨタという名前をつけるというのは、トヨタがバッテリーをも含めて電動化に向け、全ての要素技術、要素パ部品を内製化するよという大宣言、というふうに思っていただければいいのかなと。ですから彼がね社長をやってますし、彼の今日の発言を見てもね、決してねトヨタバッテリーの社長の発言ではないと思います、ね、トヨタ全体の電動化戦略、というのを申し上げて いるというふうに私は思いましたので、社長になったなと思って聞いてましたけど、そういう意味でね、あとは本当に対立軸でなく、みんなで未来を作っていくためにはいろんな選択肢がないとね、モビリティを使っていただく方 にご不便を与えてしまう、そう思いますと我々グローバルに、また、フルラインでやってるメーカーとしては絶対になくてはいけないね選択肢の一つですので、ぜひともね応援いただきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。バッテリー EV に関しては、まあ、やっぱりそのヨーロッパとかアメリカとかでは、まあ、ちょっと伸び悩んでいるんじゃないかという指摘もあります。で、まあ、率直に今そういった状況についてどう見ていらっしゃるのかというのと、というかね伸び悩んでいるとかねいうことよりも、結局そのまずこの温暖化に対して、このカーボンニュートラルの一番の目的は敵は炭素だっていうことを改めて皆さんに ご認識いただきたいと思います。それで今すぐできる炭素を下げることをね、みんなで協力してやっていこうよということで、そこで最後市場とお客様はね選択肢を選ばれると思いますね。ですからその流れは変わってないので、ぜひとも報道の面でもね、報道の面でも以前よく言ってましたでしょ、BBB 遅れてるとかね、で今だと向こうが伸び悩んでる、だからそういうね一律的なことじゃなくて、やっぱりそこに報道のね、あれとして使っていただく方に対してのどうなんだっていうのをねお知らせいただきますと、本当にみんなでね未来を作っていく仲間がねどん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 集まってくると思いますので、我々はそういう世界を望んでおりますので、ぜひ報道の方もねそんなみんなで未来作ろうよ、みんなで協力しようよ、みんなで得意な分野協力し合えばいいじゃないというねところをぜひ煽っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。こちら湖西市の広報チャンネルになります。はい、湖西市の皆さん一言メッセージをいただけますでしょうか。湖西市の皆さん、やっとトヨタの名前のつく工場できました、ここで、働いている従業員みんな笑顔で未来づくりに参加してます。ぜひ、市民の皆さんも皆さんその未来づくり参加いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まるで市長立候補バッチリでした。じゃあ以上をもちまして、はい、確認して終わりたいと思います。ちなみにね、影山さんと片山さんと以前野球でバッテリー組んでました。今日はバッテリーの会社です。これ使ってください。これが自治体と企業の連携です。すまん、ピッチャー質疑続けましょうか。そういう質問のがいいやつ。そういう質問のがいいです。これまで全国4つの工場でおよそ2500万台分の車載電池を生産してきました。これからは新会社トヨタバッテリーとして電池を作っていきます。バッテリーを通してどんな車の未来を作っていくのか、
トヨタイムズでも取材を続けます。アジアで初めて世界自動車博物館会議が開催されました。トヨタ博物館にやってきました。今日こちらではですね、ワールドフォーラムフォーモーターミュージアム世界自動車博物館会議というものが行われているということなんですね。どんな会議なのか見に行きましょうか。はい、すいません、よろしくお願いします。世界各国の自動車博物館関係者が一堂に会し、さまざまな議題を話し合う、その名も世界自動車博物館会議。1989年から2年ごとにヨーロッパとアメリカを中心に行われてきましたが、今回はアジア初となる日本で開催されました。講演では日本で自動車産業が栄えた背景や、海外での日本の旧車人気、さらには博物館の将来などなど、世界のさまざまな車文化について話し合われました。I have been aware of the need to get the culture value of car more recognized in Japan. 実行委員長を務めたトヨタ博物館の布垣館長は、会議の内容を見ていても、驚くほど日本車に対する興味が高くなっていて、この10年で世界の日本車に対する認識や意識が激変してると思いますよ。トヨタとしても、はい、以前こうとにかく数を作ろうとしていた時代と、はい、今もっといい車を作ろうよという時代、はい、この変化っていうのも関係してるんですか？関係していると思います。やっぱりこう熱意を持って作った車っていうのは、やはり何か伝わっているものがあって、しかもその遡って80年代90年代さらに深い古い車まで彼らが興味を持って大事にしてくれてるっていうふうなことだと思うんですよね。ですからそのいい車作りの延長に、この言ったらこう皆さんの注目があるんじゃないかなというふうに思います。日本中のメーカーさんや本当に関係されている方が皆さんご支援いただいているおかげですので、本当にもう各社さんのご協力でここまで来たということは、ぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思います。今回目指したのはオールジャパンでの開催、その象徴ともいえる場所も。素敵な車がいっぱいありますね。展示してありますね。これ本当に今回ご協力いただいた自動車メーカー各社様もみんなから持っていただいた、はい、もうえりすぐりの車ばかりなんですよね。はよくこんな皆さん提供いただいたなと、ね、思うぐらい で歴史的にも貴重な車ばっかりですし、はい、もうここが一つのミュージアムになっちゃってますね。本当ですね、うん、これはワクワクしますね。どうですか、歴史を彩ってきた名車の数々、それぞれの時代とともにいろんな思い出がよみがえる、まさに車文化を感じられる展示でした。この幕だったんですね。かえってこの方が今新鮮だったりしますよね。あえてこの中から2台選ぶとしたら、布垣さんおすすめの車はどれですか？10台って言ってほしかったですけどね。でもまあやっぱりトヨタイムズということもありますので、はいはい、絶対外せない車一つがあそこにある AB フェイト。この色そもそもちょっとこうすごい初めて見た、見慣れないベージュっぽく見えると思うんですけど、はい、ハイザクラっていう呼び名がついている珍しい色で、まあ、その当時この芸術家だった人たちの意見も聞いてこの色を決めたそうなんですね。喜一郎さんが本当にこういうことに対してすごくこう芸術家のセンスも早くから取り入れるっていうようなことをやってらっしゃって、まさにちょっと桜色が入ったような茶色、決してベージュでもなくってちょっとほのかにピンクなんですよね。そうなんですよね。何よりこの車ちょっと前に見ていただくと、この
あったと同じトヨタのシンボルマークついてますよね。トヨタ系エンブレム、はい、この見ていただいたらほとんど A 型と変わらない車です。正面から見るとね、はい、エンジンや一部改良されたところありますけど、ほぼ本当にトヨタ最古の A 型とほぼ同じ車なんですね、はい、で実はこの車がトヨタで現存する走行可能な一番古い車なんですよ。そうなんですか。へー。エンジンの音であるとか、はい、乗り心地みたいなものも当時とほぼ同じものですね。ここの会場で走行するデモランもやるんですけれども、はい、これも、はい、なんと布垣さんが紹介してくれたこの AB フェイトンに私乗せていただけることになりました。行ってまいります。めっちゃ嬉しい。失礼します。おお、すごい柔らかい。当時シートベルトはまだないんですね。エンジン、すげー音がすごい。うわ、いい音。あと振動もいいですね。うーんという。よいしょ。おー、いいですね。めちゃめちゃ注目されてます。結構パワーありますよ。おー、感動。全く問題なく走れますね。ありがとうございます。 Thank you so much。 すごい、こんなちゃんと動くんですね。ありがとうございます、ね、走れてよかった。よかった。運転するのも緊張して緊張しました。もう一台選ぶとしたら、この会場にですね、はい、4輪メーカーのみならず、はい、2輪メーカー各社さんも持ってきていただいてですね、並んでますね。めちゃくちゃプライベートな理由で選んじゃっていいですか。あ、もちろんです、もちろんです。実は僕これに乗ってたんです。川崎、かっこいい。まあ、20歳代の頃これ乗ってましたね。なんか川崎らしいね、デザインですね、はい、すごくこの当時も、うん、先進的でめちゃくちゃかっこよくて、僕はもう小学校の頃からこのバイクに憧れてたっていう感じですね。あ、淡い思い出でもあるんですか。そうですね。まあでも本当に楽しかったバイクです。思い出がいっぱいあります、はい、楽しかった一言で済まされました。続いてはリニューアルされたばかりの図書室へ。トヨタ博物館ではさまざまなメーカーのカタログや書籍、雑誌などおよそ25万点を所蔵しています。中でもこちら貴重資料室には車文化を知るための特別な書物がずらり。温度や湿度が一定に保たれていて、古いものでは1800年代の雑誌も保管されています。こちらは1898年日本に初めて車が持ち込まれたことを伝えたフランスの雑誌。実はトヨタ博物館の学芸員が調査の末に発見し、日本自動車史の始まりを特定することができたそうです。このツアーをしたことによってトヨタ博物館、こういういろんな資料を持っていろんな資料をもとに自動車の調査をしてキャプションを書いて、まあ、歴史的事実に基づいてこういう展示をしているんだっていうことが紹介できたんじゃないかなというふうには私は思っているので、はい、それは良かったなと思います。トヨタ博物館を見学した会議の参加者からは、I think it's absolutely wonderful that the World Forum has, you know, come to Japan to host the conference. And I think it's absolutely fantastic that Toyota has presented automotive history this way.
日本の車の魅力ってどういうところに感じてますか？ Japanese cars are more popular in the United States today than ever. Japan has built far more automobiles too in terms of variety. They're not just the economic small cars in the 70s and 80s. They're building wonderful sports cars, wonderful touring cars, luxury cars of every class. So very popular in the United States. フォードの博物館でいらっしゃると、あえてこのトヨタ車で好きな1台を選ぶとしたらどれですか？My very favorite Toyota 2000 GT. Beautiful sports car. Let's go. Yes. I know this car from James Bond movie. Yeah, yes, only yes, lived twice. 007. Yeah, yes. First time I saw this car was in the movie screen, and always been in love with it ever since. 似合いそうですね。This car must suit you. This car would suit me very well. I wish I could take this home with me and drive it every day. 最終日には富士モータースポーツミュージアムの見学も行われました。今回の会議の最後を飾るのは出席者の皆さんを招いてのパーティーです。車好きの秋尾さんが車好きの皆さんにメッセージを送ります。 My fellow car lovers, I still remember the first day I ever came to Fuji Speedway. I was 6 years old. My father had brought me here for my birthday. I'll never forget itBecause it was a day I fell in love with cars, and I've been in love ever since. Honestly, I love everything about cars. The way they look, sound, smell, move. But most of all, I love the way they make me feel. I bet every person in this room remember their first cars.Their first road trip, their first date in a car, even their first speeding ticket. And for the record, I don't just love cars. I love all cars, from all car makers, from the oldest to the newest, to the fastest to the slowest, from the most beautiful to the least. Cars don't just move us.From point A to point B, they move us here. Cars liberate us, they accelerate us, and sometimes they even save us. So, as a car lovers, master driver, and the chairman of Toyota, I feel it's important to not only preserve the history of automobile and motorsports,For future generations. But to bring it alive today, to make it as exciting and engaging as any sport or art from out there. That's part of the reason why we built this hotel and this museum, and why we're working on future projects to attract and entertain even more car lovers, not just from Asia.But from around the world. I believe a universal love of cars is something that unites people everywhere. So tonight, I'd like to raise a glass to all of you and thank you for the amazing work you do to sustain and share the legacy and the joy of automobiles. Kanpai! Kanpai!Let's meet again in Fuji Speedway.